はい、こんばんは、こんにちは。エルダースクロールズオンライン。続きね、やっていきたいと思います。装備の方がちょっとね、変わってますよ。じゃんとね。レベルな、37。前回は、メンテ前にちょっとやってたんですよね、昨日かな。で、クリスタルシャードを探して、シャドウフェン探索してるところであります。だから今、遺跡の途中にいるのかな。昨日の夜7時前までちょっとやってて、その後は起動しなかったですね。だからロアブックと思ったら外に飛ばされてる。あ、よかったよかった。ちゃんとシャード受け取ったことになってますね。じゃあ、今回も、そうですね、ロアブックスを集めていきながら、ここね、もし、クエストが発生してれば受けて、よし、じゃあ、とりあえずここに向かおう。はい、じゃあ、頑張っていきましょう。ですね、方向的にこっちね。そう、ここがちょっとやばかったんだよね。あと、スキルの方もちょっといろいろ変化してます。今、X ボタンに、ちょっと変更していこう。スキルね。X ボタンに、ソウルマジック入れてんだよね、今。これ入れてます。はいいんですけど、ここに入れてるアルティメットスキルが、デイドラじゃなくて、嵐の人、オーバーロード入れてるんですよね。オーバーロードが強いんですけど、そうなの。他のアビリティが使えなくなっちゃって、まあ解除すればいいんだけど、やっぱ、この、アルティメットスキル使うときって、本当に、追い詰められたときなんで、まあ追い詰められたときじゃないときに使っとけって感じなんだろうけど、まあこっちにしておきます。これはゴーレムちゃん召喚になるんで。はい、じゃ召喚して。じゃこれ、護衛つけてね。じゃあ、行きたいと思います。あと、ソウルマジックの方も、頑張ってちょっと使っていきたいと思っていますし、現時点でね、これはいいんだよね。闇魔法。そうね。そう、ボルトエスケープっていうのを覚えたいんで、そうね、ボルトエスケープ系、オーバーロード、そうだな、これは使うよね。宮沢携帯、この辺も集中して使っていかないといけないんだよね。だから現時点では、そう、この今思い出してきました。そうね、これちょっと使っとくか。ここに入れてね。よし、行こう。とりあえずこっから行こっか。いきなり使っていくよ。動いちゃうとそんな意味ないんだけどね。で、あとこれでガードを張って、これがパターンですね。あ、ちょっとラグがあるね。おっと、いいね。よし、行こうか。うわ、いるな。ガード張って、更新して、固めて、あそこで止まっててくれれば、継続的にダメージ入るからいいんだよね。いいね。はまってるね。OK。Yeah、いい感じ。行こう。うわ、やば。ガードして、ガードしながら、あ、これでいいスキル上げるならでしょう。お、
ボルトエスケープがあると明らかにね逃げれそうだし、操作らとしては重要そうですね。してね、HP 回復するようにしました。あれ見失っちゃった。こうね、結構距離あるよね。こっちね、 OK。 あいつが強いからね、ワマスさんね、なるべく避けてと、あの今日からかな、よくわかんないけどチラッとしか見てないんですけど、魔女のイベントが始まるみたいで、まあハロウィンイベントですね。クラウンストア、ここの方ね、クラウンストアでなんかアイテム入手して、それを使うことによってイベントに参加できるみたいで、敵からドロップがね、なんとかのドクロかなんか落とすようになるみたいでね、それ貯めてやっていくみたいです。よし、最近ここに来てからあれがないんだよね。なんか発掘系のやつが。オッケー、近いね。ヒスミーレへ行く、ルコを倒す。近いな。やべ。やばいやばい。戦闘の曲になってる。クロコダイルが。ゴーレムちゃん使って、頑張れ頑張れ。重ならないんだよな。そしてこの上っぽいな。うわ、そこへ OK。 よし、あと一発当てて、やばいやばい。うん、結構ご利用してもいいね。どこだ本は。ただ本を読みたいだけなんだけど。あった、あそこありますね。これ絶対バレるよね。よし、やめた、逃げよう。バレてないか、 OK。 じゃあ次の目的地行きましょう。ここがグループダンジョンだったんでスルーするということで、ねここもいいな。シャドウフェンのスカイシャードハンター、まずここを経由してこうこうこう行こう。こっちもまだ取ってないとこあるね。よし頑張って行きましょう。これがですね、集まるとなんだこれ、違うか、 クエスト発生してるけど、ちょっとスルーしていかなきゃね、キリがないからね。近いぞ、この辺っぽくない？なんかめんどくさそうだぞ。こっちからか。ルコを
倒す言ってるけど、あった、わかりづれえな、しかもいけねえぞ、よいしょ、OK、発見、更新、シャドウは3つでスキル1つ、スキルポイント1つもらえます。ですね、じゃあ次はここだね、行きましょう。まあだけど白ディールのロアブックスも集めないとスキル10には到達できないってことでね、スキルね、魔術師ギルドのこれですよ、メテオだからね、なかなか。ああね、行こう、ちょっとこいつが邪魔か、やろうか、そして OK、 クロコダイルウッドし、あっと、もういきなり発見、発見。じゃあ次はとりあえずここをワープできるようにしましょう。近づくだけでいいからね。あそこか。なんだ。到着。よし、これでいつでもワープしてこれるぞ。これなんだろう。ああ、なんか、エボンハートパクトのマークだ、あれ。はい、とりあえずここに行こう、こう行ってこう行くみたいなね。よし、じゃあこうね、うわっ、およかった、今バレなかったね。あれはあれとか見て、この水の綺麗さ、わっ、ワマスはやばい、ワーマスはやばい。バレた？来たね。台が。これがいいスキル上げになってんのかな。オッケー、いい感じ、来たね、オッケー、3だ、貯めて、これでスキル上がってると願う。OK、 いい感じで、ワスプか、うっとうしいな。そろそろクリスタルシャード新しいとこ到着しそうだけど、なんか遺跡の中っぽくない？大丈夫ですか？あ、OK、ありそうね。発見！これでしょ？違うっぽくない？違うっぽい。うわ、この中か、もしかして。あー、中っぽいな。まあ行こうか。昨日は配信してないところでやってて、そのアルティメットスキルをの設定ミスですね。ゴーレムちゃんの予定がね、あれ使ってたんで、それで死亡が2回あったんですよね。明らかにゴーレムちゃんに任せてたら
逃げた感じだったんだけどな。明らかにここですね。あ、近いぞ。近いな。すぐ取れそう。だけど、そう、うまいこと活かしてくれない。あれ、なんかクエスト発生そうだぞ。そこじゃないか。ラジーの影に。カジーとか。ザーラは別の怪物かと思ったわ。もう。何してんの？ザーラのセリフよ。こそこそ歩き回ったり、忍び寄ったり。次は名乗りなさい。連中の仲間か。ここは商店の冠が作られた時に取り残されたペンの王の召使いが。鉄、あれ、もういきなり鉄王と言っちゃった。ペンの王には怠け者の召使いが必要なかった。商店の冠とは。まあしょうがないな。あの、合わせようか。どれどれ。これじゃないな。あ、これだね。計り知れない富。このクエストを、まあ、同時進行でやっていきましょう。せっかくなんで。もういきなり目的達成しちゃったけどね。わかったよ。手伝いますよ。まあ、行こうか。なんかいるぞ。こっち向いてるからどうしようもないよね。しかもウィザードか。落として飛ばして、もう一回落として飛ばしてガードで、よし、あとあれだ。もう一回サンダーで、いい感じ。書庫があるな。ここの方はちょっと一応呼んでいこう。これもね、まあ一回こう目を通せば後でまとめて読めるんですよ。だからまあ時間がある時でもESO を起動してね、読み物にふけるみたいなね。だからこう調べていかないと、なんかあれ、なんか途中の一章抜けてるぞとかあるんで。なんか人いっぱいいんぞ。まあこういうとこが結構、おっ、ちょっと待って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 、なんだろうね。まあいいレベル上げになる。おっと、職がいっぱいあるな。この辺ちょっと、まあ呼んでいこう。あの人たちに任してさ。よいしょ。いえ。オッケー、藤ヶ宙。というのも、9のいい感じのところで止まってたから。攻撃戦、いいね。でもこんなにのんびりね、本だけ読めるなんてね、そうそうないからね。さっきの人たちのおかげだよ。にしてもいっぱいあるな。ありがとね。ブラックウィドウ。お前何、のんびりしてんだよって感じで思われてるかもしれないね。OK。あとここで終わりか。お、すごそうだぞ。 OK。 あ、ここぐるぐる回ってるって感じなんだ。何か湧くんだろうね。まあいいや、行きましょう。感じる？まるでザーラの背中を氷が流れ落ちるみたい。注意しないと。やべ。いや、また本がいっぱいだぞ。そうそう、配信外でね、結構頑張ってね、レベルが結構上がってますよね。37に上がってます。まあ目指すは50なんだけどね、なかなか上がっていかない感じです。なんかギルメンの人の話聞いてると、なんかセカンドがもうそんなになったとかね、片
片方だけでも殺せるといいな。ダメか。下がれ。下がやって、スパイダーシルクの他はいないか。召喚しとこう。まあでもここに入ってきて、まあまあ成果はありだね。クリスタルシャードだけじゃなくて調理も上がったし、攻撃性も上がったし、今火事が上がったしね。火事なんかもほとんどなんだっけ、あの分解とかね、それ系しかやってないんで。あ、赤いカエル、いや、いや、どんどん行くよ、どんどん。今日だけでなんとかね、6まで行きたいよね。よし、行こう。この Y のとこのね、ガード、これが結構いい感じのスキルですね。なんかダメージ吸収みたいなね、どのぐらいのある程度ダメージをカバーしてくれるっていうんですよね。殺せねえか。闇の一刀が発動しないですね。魔術師ギルドじゃなくて、嵐の召喚、これだろ。ボルトエスケープが42か。今レベルってどのぐらいなんだろう、よくわかんない。前32か、12上げないといけないか。てかどこまで読んだか分かんないし、やっべ、ちょっと召喚しとこう。そこにサンダーを落としといて、ちょっと回復してあげて、強かったな。まだ生きてる。フィニッシュ。イエー、いい感じ。え、ちょっと待って。オッケー。たまたまかな。ここの復活が早かったってだけかな。オッケー。そっちもあとこっちだよね。ないんだよな。町の人はいいんだけど、こいつらには効かないってことか。OK、 800とか地味だな。他の行動やってるのがまだマシだよね。まあウィザードってこともあって、あ、ソーサラってこともあって、敵さんもよう杖落としてくね。
ケイ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 、オッケー。あとお前らか。よっしゃ行こうか。サンダー落として、あれちょっと待って、いないな。よっしゃ。ねえ、ハッピーちゃんいるかいないかでかなり違うからね。いいよし、行こう。だけどまあやっていこう。間違えた間違えちゃった。オッケー、 X。 しかもなんか手荷物が、あ、そっか、そのまま、あの、昨日、ダンジョン探索までね、やってたんで、まだ帰ってないんだよね。帰ってないんだよ。なんか一回帰って、あっと荷物整理したい感じもあるけどね。よいしょ。何も落ちさねえぞ。チェックチェック、この辺は何もなし。 OK、 じゃあ次の段階ですね。こいつらはいいかな。お前行こうか。はい、あばよ。ドワーフのガードル、タンクス。こっちはどうなってる？チラチラチラ。まあ結局どっちもどっちで繋がってんのかな。同じ感じか。あ、でもこっちは剣使いっぽいね。まあいいレベル上げになりますよ。痛くねえし。マジか。復
活してないけど行っちゃう。自ら寄っていくスタイルで、で足元に落として、よっしゃ、あれは無視して、こちら3体か。まあそうだね、みんな来るよね。ここに集合してもらって、やばい、 HP がやばい。ゴリ押し、まあこういう時にね、回復杖上げといてよかったって感じね。こっち側は特に悪に囲まれてる。そっと歩いて。なになに、いる？オーマイガーシュ、よいしょ、カモン、降りたら行く。オッケー。知らん。空いてるじゃねえか。ですね。あそこはスルーしても。千の王、これ明らかにボスですね。なんかこう下手に下がっていくと怖いから、ちょっと周りから攻めよう。これの源を潰してなんちゃらして、お前何してんだっていうね。ここに落として、マジだ、あわよ。まあしっかりとアルティメットスキル溜まってるから1体だけが、まあやっていこうか。まずはガードやって、あそこに落として、うわめちゃ範囲広い。よし、今だ、行こう、頑張れ頑張れ頑張れ、もうちょい、やっべ、お、いいね、いいね、極大魂石ってなんて読むか、痕跡なんて読むんだろう、わかんないけど、それがねあれなんですよ、どんなレベルの人も生き返されることができるんで、とりあえずあの殻が50で満タンが100とかなんですけど、いい感じなんです。 OK、 これで発見ですね。これがあそこよ、冠です。ザーラは少しの間心配したけど、私たちはやり遂げた。イエー、商店の冠は私たちのものよ。でこれからどうすんのよ。それを鑑定するためオルテンコリモンとへ行って、ザーラは過去に赤眼の船長と関わったことがある。 OK、 彼女はずる賢いけど、ザーラもやり計り知れない富、経験値2619と2670入手はいいんだけどさ、あ、よかった、帰り道
やっぱショートカットあるよね。これないときついからね。しかも宝箱発見。中級。これも明らかに難易度下がってんだよな。さ、なんか、エルダースクロールズオンラインのイングリッシュ版始めてたときは、なかなかね、開けることができなかった。これが空ですね。まあ、通常買うと50するんですけど、まあ、売り値が5ですね。これを満タンにして、ソウルマジック使うとね、いけるって。まあ、余裕あるときに、荷物いっぱいになっちゃったね。出口は、じゃん、よし、よし、到着。まあまあ地味に楽しかったね。はい、到着しました。で、周りちょっと確認してみるんだけども、ここがハッキングプール。なんださっきからなんかメッセージがやたらとくるぞ。まあいいとして、これ以上言ってもあれだしな、難しいとこだよねこれね。まあとりあえずここ行こう。手荷物いっぱいだけどね、拾えないけどね。なんだ？お、珍しいぞ。よいしょ。あら、やっと。まあ持てないけど、スタックできるんで。よし。なんだ？今なんかクロコダイルか。よし、行こう。マイペット。てか、ここも安全じゃないよね。道になってるけどさ。やばい。やばい。ワスプが多いな。あー、ワマスもいるし。なになに、このぐらいならいいんでしょ。ドミニオンの殺し屋、落としな。鉄鉱石、よいしょ。あら、よっと、Thanks。じゃあ、あそこ、あれもワマスだろ、ワスプだろ。飲み物いらないし、こ、あー、もうもうやたらと強いからね、ワマス。クロコダイルもいるしな、見にくいもんな、クロコダイル。よいしょ、いけるか。これが気になった。ロッティングスケルトン、死んでるじゃねえか。バックパックとブーツだって。まあいいとして、他は、まあ、キャンプして、あ、でもこれもなんかクエスト関係で受けてきて、ここに来ればなんか手紙かなんか握りしめてそのまま死んじゃってるって感じで、なんかあったりするんだろうけど、ちょっと待って、ちょっと待って、近いな。あっけん、こんな
な感じで集めていくわけですよ。じゃあ次、まあそうね、ここだよね。こう言ってこう言ってこう言ってここに行って、何ストーンフォール、あっちの方に戻ろうか。まあそんな予定で、とりあえずそこで配信を一旦終了っていうか中断していきたいと思います。とりあえず頑張ってそこをやりましょう。ルーンストーン拾えるかな。同じのだとスタックできるんだけどな。オッケー、いい感じ。やっといてくれ二人で。センチタイガーだって。バレた。しかも切れてるぞ召喚が。ガードガード、ちょっとやばいぞ。よっしゃよっしゃ、頑張れ。センチタイガーもちょっとやってみるか。マジか、やばいけど届かないか。まあそんなことやってる前に、なんか拾ったら悲しいから、いけるか。よし、どうした、ハッピーちゃん。すごい綺麗だよ。クエストをこなせばここでもなんか名声というかさ、戦わなくてよくなったりするのかな。いい感じのとこですよ。でこういうとこになんか宝箱とかあったりしそうなんだけどね、今ちょっと手荷物いっぱいだからね、スタックできないものはあぶれちゃうからね。チラッと、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、いけないっぽくない？大丈夫ですか？地図見るとこっち山だもんね。ちょっと南経由で行かないといけないね。こっちということは、ここ行け、駆け抜けるか。行こう。行けた。こっちは、おし、ルーンストーン、よいしょ、イエー、マツコ。こっからちょっと歩きで行こう、近そうだからね。もうね、この辺か。おっと、ラミアちゃん倒さないかんな。行こう。ガラナここ、まあ、本を探さなきゃ。バグか、こうだろ。
黒じゃないしな。見当たらないんだけど。この辺なんだろう。まあ何かの拍子で見つからないこともあるんで、そういう時はもう一個こっちね、あそこありますね、ちょうどそこの樽の上。まあこのクロコダイルは倒さなきゃいかんか。じゃあこれで確保で、これでここも消えたし、取れたってことですよね。これも気になるな。まあ予定通りこっちの方が近いか。ここ行こう、ここ行ってストーンフォール戻りましょう。変えて発見。まあああいう素材を集めてね、木工のスキルっていうかね、使える木工台があればそこで研磨したりするとスキルが上がっていくんですよね。まあ別に全部のスキルを上げる必要ないんですけど。新しい町か。あ違うね、ここちょっと見にくいんだよ、分かりづらいの。だから結局ストーンフォールのダボンズウィッチ、ダボンズウォッチが一番ね、なんか最初にたどり着いた都市ってこともあって分かりやすいんで、まあそこまで戻る。結構ね頑張ったね、こんだけ本が集まったからね。ここのここですね、行きましょう。うん、結構ローディングが。何分ぐらい配信してんのかな。まあいいや。よし、到着しました。まずとりあえず研究からして、研究がね結構5時間は当たり前なんですよね。でこれ研究してると今度合成とか使うときにこの属性をつけれるってことで、まあ暇なとき余裕があるときにやって、まあ10時間とかかかるんで1日1回ということでね、もうガンガンその他のものは全部ね売ったり処分してやっちゃいます。解体もいいしね、木工台ここですね。研究、うん1個研究できるけどチャージが研究できますね。だけど研究は1個ずつしかダメなんで、残りは解体じゃなくて売っちゃおう。その前に装備の方確認で、スキルじゃなくって所持品、陶器で今回復の杖装備してるんだけど持ち帰ることはできないか。でこう、うん、これが回復ね、これが攻撃杖、オッケーオッケー。下がってか、聞き手呼び、今これを装備してるのね。ヒッコリ、これ更新できますね。じゃあこれ更新して、わお、すごいことになったね。であとこっちの回復杖、回復杖の買いはなかったかな、ないね。よし親父、ですね、売却
ああ、まず先に。まあそんな感じで、あと装備の方ですね。頭マジカ再生、あ、今表示でき、表示してませんっていう表示も出るようになったね、アップデートから。よし、これに切り替えて、で胴体がこれからちょっとスタミナ上がるね。防御下がるけど、まあいいか。ショルダーマジカ再生下がるけど、まあ軽装備で揃えていきたいから。すごいね、これさっき入手したやつだよね。まあこれは買えるよね。スタミナ下がるけど呪文耐性上がるし、防御はまあこれは軽装、あの中装だったからね。まあいろいろ更新はできそうだね。これも軽装でしょ。うーん、まあいいや。足、まあいいや。あと指輪とかね。首は何今つけてんの。太陽のネックレス。これだな。他全部処分しよう。指輪ないとして。よし、おやじ。どうしてここに。一気に上まで行き過ぎだよ。よし、この辺全部処分ね。まあいい金策になるよね。まあレベル50まではこんな感じでやっていってさ、50になるといろいろセット装備とかあるみたいなんで、そうこんな感じだよね。うん、3万か、いい感じだね。あとはここね、ここで不樹のやつを分解してスキル上げ。はい、じゃあそんな感じで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。あと、まあ、馬の餌やりとか調教とかね、あとフラフラと、まあ、本集めを継続していく感じですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。